プロポミツバチが集める植物の樹脂とミツバチの唾液を練り合わせ巣の内側に塗りつける物質である殺菌性抗酸化性抗炎症性抗腫瘍作用が報告されている伝承では口内炎の治療や競争剤としても使われていた語源としてはラテン語のプロ前防御とギリシャ語のポリス都市である プロポリスを作る習性があるのは西洋蜜鉢だけプロポリスは巣の中の幼虫を病害虫から守る役目を果たす蜂が作る一種の抗成物質と考えてもよいでしょうこれを摂取した場合ネバネバした樹脂は体内に入ってもネバついていると思いますその方が薬理効果を持続させやすいことでしょう余談ですが ウィキペディアでプロポリスのページを見てみると人為的には増量合成のできない貴重品となっていますですがあるプロポリスを輸入販売している業者に伺った話では味と香りは添加物でいくらでも合成できると言い切るさてあなたのご判断はいかに健康食品ではありませんが膀胱がんに BCG ワクチンを使われる場合があります BCG ワクチンといえば皆さんご承知かもしれませんが結核予防だったはずです。結核菌がなぜがんに効くのか病原体を弱毒化した生ワクチンは他の資金ワクチンや成分ワクチンと違い微生物が体内の細胞に定着しやすくそのため細胞性免疫が得られやすいとされる。BCG ワクチンは 主要細胞と強い炎症反応が起きますこの反応で免疫系細胞であるマクロファージが活発に働き腫瘍細胞を鈍色破壊します病院の薬がよくわかるホームページより引用化粧品で微白効果があるという麹酸麹アシッド味噌・醤油・酒などの発酵液中にできる酸の一つ シミやそばかすの原因となるメラニンの生成を抑制します昔から酒蔵で働く当時の手がなぜかみんな白いことから研究されたといいます化粧品辞典によれば美白効果の定番であるビタミン C 類よりもはるかに強い作用が確認されると記載されています抗炎症抗酸化作用なども有することから 機能にに特化ししたた食品分野にも利用されましたところが動物実験で大量投与すると発がんが疑われるというデータが聞こえるようになり食品添加物としては使用を禁止にその影響で化粧品への使用もほとんどなくなりました化粧品ついでにもう一つシワ取りと美肌効果を狙ったポツリヌス菌毒素の皮下注射について 食中毒で有名なボツリヌス菌研究当初の目的はやはり生物兵器らしい 200g 牛乳瓶1本分で20億人を殺傷する能力があるというそれが医療用に転用されたのは1960年代斜視の治療に使われ1980年代にはまぶたの痙攣や顔面の痙攣治療に応用されました 神経と筋肉の接合部に作用して筋肉を弛緩させる効果があることからシワが薄くなるなど美容としての副次的効果がもてはやされるようになりますでは安全性はというと使用量は健康障害が起きる単位の30分の1から1 10分の1程度を用いるのでおよそ安全ということになっていますアメリカでは 美容目的でこの注射を受ける人が年々増加傾向にありエキス剤を製造するメーカーの売上高も年に10億ドル約1000億円に達する勢いですおよそ安全と書いたのはやはり事故や呼吸困難頭痛という副作用も少なからず起きているからですここで少し立ち止まって考えてみましょう動物実験をしたという浩治さんは なぜ動物に大量に食べさせる必要があったのかアガリクスに発がんの恐れがあるとするならば一部の製品にしかその発がん成分が入っていなかったのはなぜかこれらのことについて健康指導に長年携わってきた経験から申し上げるならば次の3つを考察されるべき1普及すると同業者からのやっかみが入るまた 魔害品を扱う便乗組も多くなる2そもそも大勢の人に使われるということは実際に何らかの健康効果があったと見るべき箸にも棒にもかからない品物ならば元から話が成立しない3発がん作用があるとするならば原曲的ではあるががんに効くという反面性も考えられるなぜそう言えるかというと 薬としての抗がん剤は健常者にとって強い発がん性を示すことが分かっているからです。発がん、抗がんはもろ刃の歯と見るべき。これまでがんに効くということをほとんど無作為に羅列してきました。もう一度、がんに効くという健康食品の特徴を述べてみます。1: 体の抗生物質、栄養成分でない。 体の細胞へ犯せ重ねするる。性質がある3天然成分特に生命体由来である例として挙げたアガリクス、頭中仮想プロポリス BCG ワクチンコウジサボツリヌス菌皆生命体で細胞へ置かせ重ねしようとする性質があるつまり自分が宿主の中で生きようとしているのですだから 私たちの体もそれに対抗してやっつけて排除しようとするのです。実はこのことががんに効く本体と考えます。成分を詳細に調べることも重要ですがその前に性質がどうであるかを考慮していただきたい。がんのことばかり述べましたが他の病気でも同じことで要は体に対して生命を脅かす小さな危機なおかつ 添付の能力として備わっている学習能力の範囲内での信号が重要なのですしかし生命を脅かす危機なのですから過ぎると大危機つまり病気になります抗がん剤が発がん物質だと言われることと同じです栄養補助食品や滋養食品を除くいわゆる健康食品にはヨーグルトなどの乳酸菌食品 クロレラや海藻を原料とする食品その他酵素食品などがありますがその多くが生命に近いもの生命力がたくましいものという共通点があります相手が犯せ重ねする性質を持つ生命体であるならばそれは体にとっては害毒以外の何物でもありませんしかしその毒の作用で体は健康を保とうとする力が奮い立ち 結果的にに健康に導くことがでできるのです。現実的には不純物を含まない信頼できる100%本物のアガリクスや糖中仮想プロポリスを入手できるのかというとその可能性は低いと思います。そのような特効薬的なものを時間とお金をかけて探すよりもこれらの特徴的な法則を常に頭の隅に置いて まずは食事で対応を考えてほしいものです。微生物を含む発酵食品や酵素食品は日本の伝統食、例えば納豆や漬物、味噌などたくさんあります。日本では森林面積も広く、キノコの類も多く自生する土地柄でもあります。ベータグルカンの多い昆布やわかめ、ひじきといった海藻類も普通に手に入ります。 食事はそれなりに注意事項があります。後の章で述べますので参考にしてください。